まあちょっと一回やってみるわ。これちょっと質問なんですけど、誰も見てないと思うけどね。これってさ、このイブってこれ以上画面大きくならないからすごいちっちゃいんだよね、やってる側からしたら。まあやってみますね、ちょっと一回やってみます。レッツゴー。ちょっとホラゲーもね初心者で、かつですねこういう何 PC ゲーム、フォートナイトとかバロランとかエイペックスとかやってたんだけど、なんか矢印キーとエンターキーを使うみたいな、初めてで、わからないと思うけどね。昼下がりの灰色の空の下、イブとその両親は美術館に向かっておりました。忘れ物ないわよねイブ。そうだ、ハンカチは持ってきた。ほら、誕生日にあげたやつ、ちゃんとポケットに入れておくのよ、なくさないようにね。これさ、待って、画面大きくなんないの、めっちゃちっちゃいんだけど。こんなもんな、みんなこうやってやってたんかな。まあいいわ。さあ、続いてはイブは美術館初めてよね。今日見に来たのはゲルテナっていう人の展覧会で、絵の他にも彫刻とかいろいろと面白い作品があるらしいから、きっとイブでも楽しめると思うわ。受付済ませてしまおうか。そうね、あとパンフレットもらいましょう。まだ動かしてない。先に見てるって、もうエブったら仕方ないわね。いい、美術館の中では静かにしてなきゃダメよ。まああなたなら心配ないと思うけど、他の人の迷惑にならないようにね。おお、動ける。わあ動ける。わーいやった。これエンター、あ、こっちでもいけるんだ。こっちでやろうかな。あ、書いてる。エンターキー、話す、調べる、決定、エスケープ X キー。エスケープまで飛ばなきゃいけないのか。めんどくさいな。いいや。所持アイテムの確認。シフトキー、タイトル画面に戻る。これだと、わかりやすいな。なるほど。お母さんにもらった大事な資料発掘。一服してこようかな。入り口で言うんか。あ、これあれか。お母さん、お母さんの迷惑にならないようにね。はい、お父さん受け付けないと話している。これはイブ、そこにやったらダメでしょう、ごめんなさい。すごーい、これちょっと楽しいね。てか、そもそもなんでこのイブを選んだかというと、無料ホラゲーで1位だったからです。あー、ダメだ、そっちはダメだよイブ。はい、じゃあちょっとやって、これ買い、こっち行けんのかな。これどうなってんの、床に書いてんの、これどういう作品。ようこそゲルテナの世界へ。本日はご来期誠にありがとうございます。当館では現在ワイズゲルテナ展を封印しております。ゲルテナ氏が生前に描いた怪しくも美しい絵画たちをどうか心よくまでお楽しみくださいませ。あ、難しくて読めない字がある、そういうことね。ご来館いただき誠にありがとうございますかな、はい。悪意なきほにゃらら。ああ、これ、タイトルわかんないとだいぶきつくないですか？すごいな。なんか吸い込まそうで怖い。ねえ、やばいよね、これ。そもそもさ、この美術館で見てる人に全員話しかけに行くっていうのもだいぶあれだけど。これがよく雑誌とかに載ってるやつなのか。この作品生で見てみなかったの。やっぱり本とかで見るのとは全然違うわ。雰囲気がもう、もうね。もうね。随分大きな作品だね。こんなの実際にいたらちびっちゃいそうだ。深海のほにゃらら。人が立ち入ることは許されない。その世界をほにゃららするため、私はキャンバスの中にその世界をほにゃった。地上から見られる深海か。おー、これ床に書いてんのか。
どういう作品なんだろう、中で。一人でね、喋ってると、だいぶ、だいぶ寂しいですよね。そしたら行ってみようか。結構先に見てるっていう、ガチで先に見ようとしてるの、この人。イブちゃん？お父さんお母さんは？まだ話しとるな。まあ、行くか。はい。レッツゴー。喋ってないとやってらんないんでね、喋っていきますよ。これちょっとした周期で、あの茎の部分折れちゃったりしないのかな？もしそうなったら一体いくら弁償するんだろう。うわ、怖いな。現実的なこと考えるな、そんな。あの、落ちてるの取りたい。ダメだと思う。怒られちゃうよ。どっちも一緒ですね。ダメだと思う。なんで落ちるならいいんじゃないの？ケチ。いや、私に言われてもね。見れないのかな？あ、見れる。精神のほにゃらら。一見美しいその姿は近づきすぎると痛い目に。ほにゃい。ほにゃな肉体にしか咲くことができない。咳をする男。咳をする男。すげえ、めっちゃあんじゃん。個性なき番人。ほんと素晴らしい。こんなのどうやったら隠れるのかしら。ほにゃと星のほにゃめき。え、どういうこと？これ横に全部あるってことか。これ欲しいな。買えるんですかね、これ。こういうのって。まあ綺麗。あんま行ったことないからわかんないけどね。ホニャの精神、ホニャの器。いや、さすがゲルティナ先生だ。見れば見るほど趣深い先生波打ち際のホニャ、難しくて読めない字がある。ああ、もらった。なんか増えてね。お母さんじゃね。イブ、パンフレットによると、今回アクセサリーも展示されてるみたいよ。すごく小さな宝器、装飾がついたアクセサリーですごく綺麗なんですって。あとで一緒に見に行ってみましょう。イブ、そこの魚の絵は見たかい？海の底には本当にああいう魚がいるらしいよ。怖いって、確かに見た目は不気味だね。でもちょっとワクワクしないか？いや、だいぶ怖いぞ、これ。これ、なんだっけ？海洋恐怖症みたいなのありますよね。そんな人からしたらだいぶきつい。こんな人いたってか。いたね。でも一周したよ。2回行ったらいいのかな、これ。2回行く場合。じゃあ、じゃあ、あ、すいません。すいませんね。おー、2階だ。ごめんね、邪魔して。新聞を取る貴婦人。植物みたいな人いるんだけど、何これ。ほにゃらら心配。僕が思うにゲルティナの言う個性っていうのは表情だと思うんだよね。だからこの人たちには頭がないんじゃないかな。そう思わない？そうかもしれない。うーん、頭がないと怖い。まあ、怖いけど芸術ってそういうものだね。そうかもしれない。おお、分かって見てくれたみたいで嬉しいよ。やっぱりそうだよね。無個性、なるほどね。個性がないと表情を表してるんじゃないかと言ってるわけですね、この人は。変なソファー、でもそれがいい。座ってみたいけどダメだろうな。指定席。指定席なんで。テーブルに置かれたほにゃらら。でけえ。誰もいない。独り占めだ。え、停電？ねえ、待って、BGM 消えた。これ戻るのあり？ちょっと、ホラーゲー初心者の私にはね、この先行く気がないんですよね。もう怖いから。ちょ、戻ってみるわ。おいおい、誰もいないやんけ。どうしよう、怖い。どうしよう。行くしかないのか、これ。悟り。黒い姿の君。お、マジさ。ほにゃらら、難しくて読めない時間。やばい、もう鳥肌が怖い。怖いよ、もう。口直しの木。なんかさ、虹の実みたいじゃん、これ。虜に出てきた。え、でもまだ美術館だよ。世紀末のほにゃらら。クミの果実。クミ、苦味？なんでクミって呼んだ？赤い服の女。ほにゃららのダイヤ。
はい。ちょ、誰かさ、なんか足音するよ。誰かさ、来てくんないと、ホラーゲーやってる意味ない。怖いんだって、だって誰もいないの、これ。どういうこと？誰もいない。ねえ、なんで誰もいないんだろうね。お前か、咳をする男。鳥肌やばいって。誰か見に来て。え、何もないじゃん。なんかね、足音するんだよね、でも。これ出れないの？ねえ、誰かいた。やだ、もうやだ、怖い。どうしよう、怖いんだけど、めっちゃ。ほらーち。ちょっと待って。誰か来て、誰か見に来てよ。結局一人でやってんじゃん、これ。おやだ、怖い。めっちゃ怖いんだけど。ちょっと誰か来て。ちょ、行くよ。これ何が落ちたの？果物が落ちている。これさ、セロじゃん。こいつちゃん歩くの。猫。どれ？猫どれ？猫いたっけ？なんか垂れて、こんな絵だったっけ？垂れてるよ。額縁の上から青い液体が垂れている。お、い、で、よ、い、ブー。どっち？これ右、左から文字出てきたら右に行くべきなん？どっち？右か。なんで私の名前知ってんのよ。ねえ、このさ、どう怖いんだけど、マジで。ほにゃらら。もう行くしかないよな、でも。どうすんの、これ。左？右？ここ窓にさ、誰かいたんだよ、さっき。見たんだぞ、私、これ。ずっとね、足音鳴ってんだよね。咳込むんだろ、お前。咳込まんのかよ。猫？なんか猫の鳴き声してるね。まあ、どうしよう。ホラー系初心者すぎてさ。何したらいいか分かんないんだけど。あれ？あ、記録？記録できるんだ。じゃあ、どこに来た？これ、どこ選択してるか全く分かんないんだけど。ファイル3のところ。3って何？ EP1 と3って何？ちょっとよく分かんないな。あ、エピソード1か。エピソード1の3的なこと。鍵はかかってーし！こっちも。こっちはない。ねえ、怖い！どうしよう！めっちゃ怖いんだけど。誰か見に来て。誰か見に来てよ！配信してんだから。これ一個一個調べるしかないのか。こいつ動くだろ、絶対。もう悪意に満ち溢れてるわ。え？待って、どうすんの、マジで。この取れないよね。咳込む男は咳込むか、もう一回。こう、おいでよ、イブ。あ、おいでよ、イブ2回だっけ？怖いよー。これ、見れないでしょ、これだって。足音だけすんだよな。猫どこだったっけ？ 2 階じゃん、これ絶対。1個ずつ、こう、なんか何？やっていくしかないんかな。
怖い。吊るされたぞ。これあった、これ、こんなんありましたか。これ絶対動くって心配でしょ。よかんのかい、無個性指定席だろこれ。え、下の階においでよ、エブ、秘密の場所を教えてあげる。おお、これでやっとあれが起こったか。下の階に行けと。壊れてんだよな、誰かが叩いた跡が。これ2階ぞ、はあ、怖いよ。もう鳥肌がね収まんないんだ。おい下の階って深海にいざなう的なことなの？マジ怖いんだけど。これ行くべき？行かなきゃダメだよね。でもね、やだー、もうやだやだ、もうやだ、もうやなんだけど、マジでずっと足音してるしさ。行くしかないのか。あのね、操作はねフォートナイトとかエイペックスとかそういうやつやってるからね、移動はねちゃんとしてるんだ。もう行くしかないじゃん。行くよこれ。もう水じゃん、がっつり水なんだけど。うやだ、あやだ。タイトルないのこれ。なんで深海に行ってんだお前。お茶茶ごめんね、喋ってんのとやってらんないんだ。おいでおいでおいおいでおいで書いてる。何これ、バラ、花瓶にバラの花が生けてある。取りますか。取っちゃいけないだろ、フラグじゃん絶対。ちょ後回しやな、こういう気は大体。帰れない、もうやだ。あ、セーブデータあるじゃん。俺は何らもあるやつかな。セーブポイントだ。おいっぱいある。なんとなくね、これもう順番にやっていくっていうのは知ってます。BGM 怖いんだよね。どうしよう。いやなんか知んないけどさ、これ以上 BGM の音量で下げられないんだよね。最低なんだこれが。そう。これが最低レベルなんだよね。あ、あれか。だからこっちのマスター音量下げればいいのか。お、マジかよ、めっちゃ怖いんだけど。ちょ待って。はーよ、誰か。見に来て。はい、これで。怖い怖い、誰か見に来て。これでいいですか。いやもう行くよ、行くしかない、もう進まないじゃん。取るの、バラ取ればいいってこと。取るよ、赤いバラを手に入れた。 3? 待って、3って何、3って何、3って何、3回生き残る。あ、動かせる、3、ごめん。ああ、え、あ、出れるようにしてるのね。あ、3って何、3個いけるのか、3回いけ生き返れます的なこと。ちょっとりあえずこれ見ていい、バラとあなたはホニャララ命の重さ知る。やっぱそうじゃん、3回まで死ねますってことでしょ。はあ、鍵拾えない。そのバラ
放ちるとき、あなたも放ち当てる。うわぁ、やだ怖い。え、返します、返します。じゃあ、あ、これちょっと、怖い。めっちゃ怖いんだけど、どうしよう。ちょっと待ってね、音出てるかちょっと確認しに行くね。ごめんね、みんな。ちょっと待ってよ。こうして、よし、行くしかねえ。あー怖い。返せよ。ちゃんと、あ、ここに行けよってこと。あ、行けれるじゃん。バラを行ける。バラの花が元気になった。どういうこと。花瓶の水がなくなってしまった。おう、あ、なんか増えたぞ。これ絶対ライフじゃろう。これも見れないしな。魚でしょこれ、知ってるよ。セーブすべきなの、こまめに。これってちょっと怖いからやっていい。なんかセーブするわ。あ、ゴーになってるもん。絶対これ行くしかないわ。ありがとう、見てきてくれて。ちょっと怖いから見て。青の鍵使った。緑やんけ部屋が。橋に注意。これ一級さん的なあれでしょ。知らんけど、なんか虫いない。なんか虫いるなこれ。これさ、見たいけど、何言っていいの。橋に注意って言われてんだけど。あ、こっちの橋ってことか。これ見ていいか。じゃあ、ごめん、踏んだわ。テントウムシの絵が飾ってある。蜂の絵が飾ってある。蝶々の絵が飾ってある。雲の絵が飾ってある。プロローグ、第1章、第2章、最終章。さっきのこ行った方がいいの。ちょっと、もう、こっち行くわ。何？穴が開いていたら通れない？水の中入ったんちゃうんか、これ。なんで？もうやだ、怖い。こう怖いんだけど、なんでホラゲーしてるんだろう。橋に注意。これ橋通んなきゃいけないんだけど。ちょっと待って、真ん中。怖い。どうしよう。よかった、真ん中。これもう当たってるけどね、ほぼ。ああ、もうどうしよう。うるさい、絶対うるさいじゃん。絶対うるさいけど、もう、ああもう、あっ、なんで同じとこでビビってんの。これ見に行ったら終わるでしょ多分。ここも橋はちょっと注意しとくわ。ようにね。これ見に行っていいのかな。死なないこれ。大丈夫。手出てくるんだ。大丈夫大丈夫。アリの絵飾ってる。これ覚えてたがいいパターン。テントウムシ、ハチ、チョウチョウ、クモ、アリ。ここしかないよな、行くとこ。あー、もう鳥肌が止まんないな。行くしかない。鍵？鍵ないよ。鍵ないよ。え、どうしたらいいの？これ手に当たっ、いや、ちょっとやめとこう。ホラーゲー初心者が挑戦するもんじゃないの、これ。え、もう行くとこないんだけど。通れないし。やっぱなんか虫か。なんかこの虫いたよね。虫はなんかするんだよ。あ、僕あり、僕絵大好き、僕の絵かっこいい、僕の絵は見たいけど、ちょっと遠いとこにある。
連れていくってこと？連れていける？あ、円を持ってこいってこと？これ？この絵は壁から外れそうだ。外す。ありの絵をってなった。またこれ見せるんだ。アリさん、あ、それ僕の絵、やっぱりかっこいい、うっとり。終わり？そうでしょ。これ絵手に入れたら丈夫な額縁に入っている。あーやばい、ちょっと飲み物飲ませて。あー、これはだからこの辺は外れないのか。え、もしかしてだけどね、あ、いや、これ絶対アリさんに怒られるからさ、せめて裏返しでやろうぜ。行くしかないか。ぴったり、そんなぴったりなことある？あ、ごめん、あ、だから言ったじゃん、だから言ったじゃん、もうやだ。なんでフラグ回収しちゃうんだろうな、すぐ。アリ襲ってくるって絶対。おい、なんかいるって。おやだ、もう。先にこれフラグ回収しちゃダメ。頭がない像がある、無個性ね、さっき見たよ。エピローグ、さっきプロローグありましたね。これだから何、あ、第一章とかあったから。絶対来るんだけど、これ知ってるよ。イブやったことないけど知ってるよ。あっ、ねえ、逃げて。あっ、これ取れない、取れないんじゃない。よかった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 ね。よかった。この先アリいるんだよな。アリがいるんだよ。絶対アリさん怒ってるって。もうやだ、これアリさんに話しかけるべき。話しかけたら死ぬとかないよね。僕の絵どうなった？いや、何もなってないよ、大丈夫だよ。セーブするわ。あー、もう心臓に悪いわ。手汗半端ないんだけど、どうしよう。行くよ。はい。猫かな？猫だな、これは。うん。ポジティブに考えよう。壁が魚の形にくぼんでいる。あ、いける。じゃあこっち向いていい？こっちもこっちやばいな。これどっちか行くしかないのか。右から行くか。魚取れってことでしょ、これ多分。停電停電停電。え？これだ、押したらなる。おやなんだけど。こいつ頭ねえしよう。空っぽだ。暗いとダメとかあるのかな。ちょっと一回やるか。これ何？床につまずきそうなひびがある。あっ、ごめんね。これで戻ってるんだね。なるほど。お前動くんかい。赤いバラの絵がある。白い何かが垂れている。こいつ動けないんだ、こっから。水の入った花瓶があるバラをいけるいけない。これは回復ってことでしょ。ってことは待て、これつまずかせてなんかだよね。おーおー、いいぞ、冴えてるぞ。待て、
こはいけないで、これ多分回復できるパターンだから。パレット、汚れたパレットがたくさん出る。ここに花瓶があることを覚えておきましょう、ね、じゃあ木の魚を手に入れた。逃げろ。大丈夫、大丈夫だ。これずっ絶対ここじゃん。魚、あれ木の魚使えないの。あ、尻尾だけ。頭はどこだろう。でも左なんだよな。絶対左じゃん。行くよ。まずこれよな。これちっちゃい何？もう一回振る。あ、トイレ漏らした。もうやだ。開けるのこれ。開かないか。さすがに。どっかバッて開くでしょ絶対。やだもうやだもう行きたくない。もう絶対こいつじゃん。もうこれ何？板前の腕。あのこれ魚じゃん。魚描いてんな。これ？これをどうするかじゃない？追いかけてくるんでしょ絶対。かくれんぼする？なるへそ？探せと。これ見た目はね特になさそうなんですよね。適当に開けるか。ボトン。これ押すか。月。何？あ、暗くなったってこと？これ何？とても不吉な絵を見てしまった。おーやだ怖い。やだ。え、アウト書いてんじゃん。アウトって書いてるけど。あ、何、何書いてる。見つかった景品。お、やった。何やったぜ。くっついて一つになった魚の鍵を手に入れた。不吉な絵見たら大丈夫だったの。開けたくないんだけども。開けるべき。開けないよもう。怖い。開ける、開けるか。開けなんで開けるの無駄になんか、はい、配信初心者のくせに配信者魂を見せようとしている。開けるしかないな。え、ダメージ出ただけだった。壁が魚の形にくぼんでいる。魚の鍵をはめてみますか。はめます。もう来い来い来い。いいぞ。ずっと絵が動いとる場合。絵が動いとんよ。ああ、吐き出すなお前。あ、お前ダメージかい。舌が動いている。真っ白な絵がある。ちょっとセーブするわ。これダメージ受けるとか分かんないからやめてよ。忘れた頃に。これは知ってるよ。知ってる、知ってるってか勘ね。橋渡っちゃいけないんでしょ。もう唇注意。こいつじゃん絶対。これ何？行かなきゃでしょ多分。腹減った食い物よこせ。そういうやつなの。普通にダメージ増えてく、増えてくっていうかダメージ受けてくパターンなんだ。ちょっとあと一回。あと一回ダメージ受けたらちょっと回復しに行くね。うん。してた通りなのになぜビビってしまったのか。嘘つきたちの部屋。もうこっち行きたくないからこっち行くよ。消去法だよ。あ、謎解き臭いなこれ。いいぞ。黄色の服に同意。石像の正面に立って東に2歩
次に南へ2歩、そこが正解。本当のことを言っているのは緑の服だけだよ。白い服が振っていることは本当だよ。なるほど。だからこの3人の、緑と赤と白がなんかそのそこが正解みたいなこと言ってるんだけど、多分当てろってことだよね。どれが正解か。黄色、白い服が言ってることは本当だよ。なんか嘘つきたちのもあって言ってるから多分、白は嘘なんだ。本当のことを言ってるのは緑の服だけだよ。ってことは本当のことを言ってるのは緑の服だけで、緑は嘘ってこと？じゃあ赤でいいのか。黄色の服に同意。黄色これ絶対こいつじゃない？で本当のことを言ってるのは緑だけだよっていうのは嘘でしょ。じゃあ緑嘘じゃん。ってことこれじゃない？石像の正面に立って東に4歩、北に2歩、そこは正解。やってみましょう。仲間外れが1人いる。だよね。1、2、3、4、1、2。頼む！タイルの数字書いてある。4。何があったんだ大丈夫かいな。4、黄色で4って書いてあったね。どうしたの？うわ、仲間外れが殺されてるわ。BGM しっかり。あ、戻った、よかった。黄色で4。もうやだ、行きたくない。こっち行きたくないんだけど。めっちゃ落ちてくんだろう、知ってるぞ。おい、誰か落ちてくんだろう。えっ、これ歌人形なん、これ人形の服に小さく数字が綴ってある。18、緑で18。お前もだろ。暗号の読むのか。緑が18で黄色が4だよね。赤とかあったか。赤なかったぞ。赤探さなきゃいけないのか。じゃあ一回ね、回復しに行くわ。回復できるんだ。あー怖いわ。よし、あ、これで5になるんだね。赤とかなかったぞ。赤、真っ白。あ、9。あー来ました。ってことは計算して入れればいいと。緑が18で赤が9だから、負荷72で162に4を足すと166かな。166。開いた。さて、木の上でリンゴになっている。え、取っちゃったの。よいしょ。多分木に、これなんていうの、木になったリンゴか。リンゴ取ったけど、ちょっとだけだ。少し甘い香りがする。え、本物もしかして。あ、わかった。あ、どうしたお前、何もないか。手くるって絶対。あーじゃんなんでわかってたらビビっちゃうんだろうな。だ、食い物をあげればいいんじゃん。これあげる、あげる。うまい、これマジ。お前気に入ったここ通す、俺の口の中くぐっていけマジで言ってんの。ちょ、一回セーブしてね。ごめんね、ちょ、一回セーブしに行くわ。はい。あー怖いマジ怖い。失礼します。ギロトゥイン。
特になし。マジで？マジかよ。はい、ということでね、ここで初ゲームオーバー来ましたね。バラのやつなんだったの？バラ体力関係なしに即死とかあるんだね、これ。ああ、そういうことね。はいはいはい。で、コンティニューで、これ選べば、さっきのところに行くと。なるほどね。ちょっとね、上がってきたよ。これは、だから避けなきゃいけないんだ。どこ？ここだね。あ！はいはいはい。これもう一回来るとかないよ。ないね。ちょっと声から行くわ。どんな BGM やね。怖いんだけど、ただただ怖い。なんかいなかったよ、今。いぶき。なんかない？左これ。なんか、え、入れる？入れるんだけど。入れたくないよ。ああ、そこに繋がってんのか。どうしよう。入れるやん。おでっけえバージョンがおるってさっきの。ちょっとここ行くわ。はん、あ、ふんる、ふん。さっきのほうがちっちゃい人形みたいなやつだね。何とかを何とかする、何とかって。何もわかんないよ。うん。うん。ほにゃらら模様。あっ。これ、あうんざん。あうんざん。あうんざんって何？あうんじゃん。赤い服の女。ああ、来てる来て。え、待って、これどうしたらいいの？逃げれる？これなんかあるある。ガギガギガガギ。これ永遠に追いかけられるのかな。ちょっとそれぐるって待ってきて。下から。そう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 、そういうことです。これは心の傷。これ何？何もなしと。これ何？永遠に追いかけられるのかな。かわいいな、これ。なんか。え、これ何？永遠に追いかけられんの？どうしたらいいの、これ。ドア入ったら消えるとこある？出荷入るよ。おる？ああ、おる！永遠じゃん、こいつ。ちょ、やるしかない。心の音、お。お、すごい。タバコを吸う方にあるら。鍵、不本意にも鍵を見つけてしまったんでね。キャンバスの中の女たち。ここの女性はすぐに人のものを欲しがる。目をつかれると大変ほにゃららである。なぜ彼女たちは自分が満足するまで必要に追いかけてくるからであるかな。どこまでもどこまでもどこまでも。弱点があるとすれば、彼女たちは自分で扉を開けることができないことだ。ゲルテナ。本の間に紙切りが挟まってる。楽しい？割と楽しいよ。世界の美術館、いろいろな美術館の写真が載っている。動く絵本、作絵本にあるうっかりさんとガレット・デ・ロワ。クレヨンで書かれた絵本だ。読めるの？これなんで読めるの？本をめくった。あ、動く絵本、そういうこと？すごい。お誕生日おめでとう、ありがとう。今日はあなたのためにガレット・デ・ロワを作ったの。何それ？このパイの中にコインが入っていて、食べたパイの中にコインがあったらその人は幸せになれるのよ。面白そうでしょ。うん、じゃあ切り分けるよ。さあ好きなの選んで。いただきます。もぐもぐ。あ、どうしたの？何か硬いもの飲み込んじゃった。あはー、うっかりさん、きっと濃いんだ。どうしよう、コイン小さいから大丈夫よ。じゃあ片付けてくるね。あー、どうしたの？書斎の鍵が知らない？書斎の鍵？それならここ、いつもこのテーブルに置いて。あれ、コインだ。
このコイン確かパンの中に入れたはずなのに、もしかしてどこに行ったのかしら。お父さんに怒られちゃうわ。どうしよう。え、トイレ行けばいいって私ってばうっかりしてたわ。鍵見つけたよ。今ドア開けるね。え、開けてくれたんだけど。ここ下なんもないよな。もうこれなんだっけ、ドア開けられないみたいに言ってたよね。こん人のものを違う、ちょっと覚えておこうか。ドア開けられないって言ったから、それだけちょっと覚えておこう。あ、おるおる。めっちゃ来ようとしてんだけど。セーブするわ。え、永遠の恵み。あ、ばら切られる。いけないよ。さあ、壁に水が入っていない。そのバラ、ふん散るとき、あなたもふん散果てる。これさっき最初と同じやな。鍵がかかってる。窓は怖いって。押したくない、もう。押すよ、はい。なんもないか。青い服の女。青い花びらが落ちている。床に血がついている。え、こんなのが続いてんだけど。入れないけど。いるんだよな。すげえ動けてんだけど。大丈夫か？おるやんけ。青い服の女おるんよな。ほにゃららな絵画。これ何、行かなきゃいけないの？どういうこと？またおる。調べるしかないでしょ。うん。男かい。男の人の手の鍵に、え、男の人の手に鍵が握られている。取る。ごめんね、取るよ。これ絶対ハックでしょ。また知ってるよ。え、なんないの？動いてるだけ。どうして？なんかおるやん、なんかおるやん。ナッシング。あ、なんもなし。こいつ、こいっかい。動かんのかい。ほんといつまでも追いかけてくるんよね。なんかありそうだよね。だってさ、エリア違うのにさ、こんな動いてんだぜ。なんかあるでしょ。さあ、じゃあ鍵開けましょうか。あっ、動くやつだ。でもドア開けられないからここに出てこられないよ多分ね。なんだ、布の下の、ここにあるだ。あ、こんばんは。ありがとう、来てくれて。見て、怖いから見てってください。ああ、やだ。ちょっと待って、やだ。ああ、やい、バカ野郎。ドアくぐれんって言うんだっけ。え、これ何、行かなきゃいけないの？どうしたらいいのこれ。最悪、いなくなっちゃったよ。もう見てやってよ、怖いんだからさ。こっち、これどうすんの？だってさ、負ける、これ負けますか。ちょ、巻いてみるか。頑張って、ここでぐる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 しとき負けんちゃう。あ、負けた。え、負けたんかい。誰負けた。絶対なんかあるってこれ。花びらが少ないバラがある。バラゲッツ。椅子、椅子、椅子がある。動かせないな。椅子がある。なんか椅子があるって何。椅子何がしなきゃいけないの。あー、行くよ。あ、いた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 。待って、何ゲットしたっけ。バラか。バラ行けなきゃいけないのか。どっち、どっちに行けんのこれ。こあ、こっちに行けてみるか。はい、入っていないか。ダメだ。なるほど。
これ生きれる、これ。あ、青いバラを生きれる。あ、元気になった。これから青いバラ生ければこちらに食いついてくれると。はいはい、入ってない、ダメだ。待って、え、でも水を入れなきゃいけないんだ。水を入れんの、水を入れる、水とかあったっけなあ。水とかないよ、どうする。わかんないな、どうしたらいいんだろう。これ取れない、取れないよね。戻れる、戻んのかな。戻ってどうするの。うんとあしかわかんないんだけど、ん、やばい、積むのはねちょっとね予想外だな。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいのこれ。あいつどうしたらいい。青いバラを、どこの子いるじゃん。はい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 、窓が割れている、青い花びらが落ちている、床に血がついている。ちょ、おいで、こっち、もうちょっとこっち、もうちょい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 、こっち、こっち来い、こっさい。そう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 。どうすんのこれ、わかんな。椅子がある、椅子なんかすんの、だって椅子なんもできないよ。ちょっと待って、やばい、積むのは違うわよ。これ何、椅子ってどうすんの。椅子がある、椅子がある、椅子があるのはわかるんだけど、何、どうしたいのこれ。青いバラ、ちょっと戻るか。何書いてあったっけ、何書いてあったの。ここキャンパスの中の女だ。ここの女性はすぐに人のものを欲しがる。目をつけられると大変ほにゃららである。なぜ彼女たちは自分が満足するまでほにゃららに追いかけくだからである。どこまでもどこの女。だからこの青いバラをあげたいんだ、あの子に、あの子にあげたいんだけど、渡し方がわからない。これこの像にあげるとかじゃないよね。下置いて、下置いて、そう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 、これこれこれ、心の傷、赤い服の女たち、どうすんだねえ。せっかく進まないんだけど、ちょっと調べるか、もう一回。どっくん、どうしたらいける。こっちないよな、多分。もう どうしよう、ちょっとヒントヒントくれないですか、誰か。これバラいけたら回復しちゃうでしょ。一回セーブしていけてみるか。あ、でも水はあるんだ。何、こっちなんかある。調べるか。おい男よ、起きた。嘘でしょ。普通に幽霊的なあれかと思ってた。あら、苦しくなくなった。ん、うわ、こっちのセリフや。
な、今度は何を。え、男じゃないの？男って書いてたよ。もう何も持ってないわよ。 あれあんたもしかして美術館にいた人？そうでしょ。ああよかった、私の他にも人がいた。そっか、じゃああんたもなんでこんなことになってるのかわからないわけね。私の方も大体同じ感じよ。おまけにこのバラ、花びらちぎられると自分の体に痛みが出てきてさ。さっきは死ぬかと思ったわ。取り返してくれてありがとね。でとりあえずさ、ここから出る方法を探さない？こんな気味の悪い場所ずっといたらおかしくなっちゃうわ。そういえばまだ名前聞いてなかったわね。私はギャリーっていうの。あんた、え、この人男って書いてなかったっけ、さっき。なんですごい女口調なんだろう。ギャリーさんね。イブっていうのね。子供一人じゃ危ないからね、私も一緒についててあげるわ。おはよう、イブ。おい、ギャー。今のはちょっと踊れただけよ、本当よ。とにかくこういう変なのがいるから気をつけてしまうよ。え、嘘でしょ、仲間になった、もしかして。もう仲間になったぞ。なんか、あ、何これ邪魔ね。今ちょっと離れてくれる？いや、やめとけって。あ、動かしただけね、よかった。よし、これ取れるようになったわ。それじゃ行きましょう。え、行けと。これ青いバラなんもない。青いバラ消えたんだけど。待って、青いバラどこ行った？どこで使ったの青いバラ。え、どこで使った？どういうこと？まいっか。え、どういうこと？青いバラ、おお、青いバラどこ行った？まあいいや、行くしかないか。ああ、Let's go。動いとるやん手が。なんで動いとる？嘆きの花嫁。嘆きの花婿。何落ちてんの？これ近づいたらやばいでしょ絶対。行っていいのこれ？行っていいの？悲しき花嫁の右手、悲しき花嫁の左手、右手と左手だ。行っていいの？行ってよろしいか。でもなんかね、人がいるだけでだいぶいいですね、気分的には。さあセーブだ。コーヒーとケーキの絵が飾ってある。それで一周しますかね。あ、キャー、なにこれ気持ち悪い。なんで床に目があるのよ。それな。え、これ赤いの何？ってちょっとわかんないから、ここから超過していくか、一個ずつ。動いとる動いとる。ラビリンス、まあ、ラビリンスっぽいけどさ。あ、待って、めっちゃおるやん。これ何？作るわけじゃないのか。なんだ、拾えない。これ見たい。迷路は好きですか？嫌いではないよ。これどうすんの？あそこの壁に調べたいんだけど。これなんだ、え、赤い絵の具からまっすぐ南へ。赤い絵の具からまっすぐ南へ。これなんだ、これ迷路を抜け出すコツ。壁に片手をつきながら進んでいけばいつかはゴールにたどり着ける。コツないんだけど、天井低くて参っちゃうわ。おまけに変なのついてるし、挟み撃ちにならないよう気をつけなさいよ。あ、やば、フラグじゃん。大丈夫か？そこにいたらいけねえんだって。そう、いた。今当たったの、今の。マジか。水の入った花瓶がある。え、これいけたがいいのかな。とりあえずいいよね。なんか赤い絵の具からまっすぐ南へみたいなの言ってたよね。ま
すぐ南に行ったとこなんかあるかもしれない。ここ、あそこっぽなんか、なんかありそうじゃない、あそこ2人いるとこ。今下に行くんだ、下に行きなさい、どんどん挟み撃ちになったら終わるからな。こちら挟み撃ちを企もうとしていないかもしれない。ここだ、スイッチの山のがある、降ります。部屋の外で音がした。はいはいはい、いい読みだ。バカ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 、部屋の外、あーこれ目ね、セーブしとく。あいるわ、ギャリー、ギャリーさんこんにちは。あー、オーマイガード、ワインソファー、大きなワイングラスが斜めにカットされた、中に赤いクッションが入っている。あんまり座り心地よくなさそうね。そう、めっちゃ良さそうじゃない。停電し、だいたい動くからな、電気消えたら。憂鬱ね。まこんなとこにいれば憂鬱にもなる。てかさ、憂鬱は読めるんだね。難しい漢字があって読めないとか言ってたくせには憂鬱は読めるんだ。パゾー、いろいろな色で塗られた骸骨だ。これ偽物よね。いや分からんぞ。感情、人の形にも見える木のオブジェだ。ちょ、暗い暗い。あ、ほんとだ。よくこんなもの考えつくわよね。え、この人、見に来たんじゃないんっけ、ここに。違うね。ちょっと目のとこ行くか。青いの、赤いのなんだ、赤いの。なんかこの目だけ充血してない？そうなんだよね。女の人の絵が飾ってある。大きな氷の絵が飾ってある。蛇の目の部分がくぼんでいる。なんかあった、びっくりした。どっかの景色の絵が飾ってある。アバウトだな。こう開いたってこと？何？どういうこと？動かせるのね。パズルじゃん、これ。これね。こういう系苦手なのね。私ね、こっちから行ってもいけそうだよね。ちょっと最初これこっちを押したの間違いだったっすね。あ、でもいけるね。こうか。あいけるねとか言って自分がアホだった。あー、こっち道なさそうだもんな。やり直す。多分こっちだと思うんだよね。これ謎解き系か。これはね、ちょっとこれ賢いとこ見せたいね。左から行くとしたら、これは絶対いるじゃん。こっち回っていけるか。ここを押せるのここだけでしょ。だってここ、まあ、上押すなら上だろうね。上に押したとしてよ、ここ右押したらもう進めなくなっちゃうと思うんだけどね。ちょ、このままこの状態でこっち行ける、もしかして上、これ上にあんのかな。さっき上にやっちゃったんだよね。でも右にやったところでさ、なんか行けないから上しかないのかな。でもここはまあいいとして、これ上に行ったところで行けないんだよな。ただまあ右に押せれば行けるかもしれないけど、右に押そうとすると、あ、行けるか、もしかして。これ左に押してって、あ、
行けた行けた行けた。椅子の上に何かがある。目薬。あ、充血マンに。これ気になるよな。一回セーブしようか。予選のやつ組んでね。これなよな。絶対飛ばしてくるって。なんか何これ。えへへへへへへへ。花、お花いいな。そのお花くれたら通してあげるよ。じゃあ、ちょっと大丈夫なのイブ。なんかこいつ信用できないわ。え、あげなかったら絶対死ぬだろう。渡す渡す。綺麗だな、へへ。それじゃいただきます。あれ、あってそうじゃん。あー、ちょ、自分がアホすぎたわ。赤いバラ命のあれだったわ。ちょっとアホすぎたなこれは。あ、待って、ニューゲームをしちゃったんだけど。嘘でしょ、待って。え、待って。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。タイトル画面、シフトキー。シフト押してるけどさ、戻んないんだけどね。間違っ、どうする。これ大丈夫だよね、さすがに。そこ見たんだ最初はな。先に見とくでしょ。はい、シフト。あ、あ、よかったよかった。よかったで、これ目薬多分持ってるでしょ。だからこれ刺すんだ。じっと強くて目薬刺すよ。あ、いいいい音だ。あのファイナルファンタジー10みたいな。10だっけな、11か。流血が治った。あ、上行ったぞ。壁の色が少し違う。隠し通路発見。赤色のガラス玉を手に入れた。ヘビか。よよよ。メカ。はめてみます。そうすると、額縁の裏に文字が書かれている。大きな木の後ろに。大きな木の後ろ？戻れってこと、もしかして。だいぶ前じゃない、大きな木ってあったの。これ大丈夫か。何もなかったぞ最初来た時は。何回、あ、そっか、かかったか。ビビりすぎなんだよね。大きな木、どっちだろう。リンゴじゃないよね。あと戻んなくてもいいのか。大きな木あったの。ちょっとダメージ来るかな。大きな木ないよ。ここか。あ、これだ。あー、あったあったあった。これか。大きな木の後ろ、後ろ。あ、葉っぱの中に何か光っている。銀色の指輪。結婚指輪じゃない。どうしてこんなところに。これはね、はめるんでしょ。はめるんでしょ、多分知ってるよ。あ、だから右手と左手あんのか。これ左手にはめなきゃやっぱよかったんだな。はい、薬指。指輪を薬指にはめた。あ、花投げてくれた。イエーイ、ありがとう。幸福の花嫁。おー、なんかめっちゃいいこと、いいことしたくない、これ。綺麗な花束をしている。ブーケを手に入れた。ブーケ、
あ、これをあいつにあげるんだ。待って、終わり、15で終わりじゃん。2回やっちゃった。まあいいや。実況やっていくにはね、喋っていかないとダメなんで。えへへ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 へ。花、お花いいな。その花くれたらここどうしてあげるよ。へへ。お花ちょうだい。赤いバラは死んじゃうから、ブーケを渡すと。えへへ、ありがとう。いい匂いだな。へへ。それじゃあ、いただきます。お、やべやべ。めっちゃ食っとる。美味しかった。へへ。ありがとう、ありがとう。約束だからね、ここ通すよ。このドアで奥に行けるよ。それじゃあね。へへへへへ。レッツゴー。アンバランスの箱。アズカリシ心臓。トラファルガーローかな。趣味悪すぎんか。これこれさ、なんでこうセーブすんだよこれ。すぐ行くぞ。とりあえず行くよ。怖いんだけど、これ行かなきゃいけないの。来たくないよ。絶対見てくるでしょ。見てこないのか。お、真顔になったぞこいつ。あ、白目になった。あ、見てる。え、見てない。あ、見てる。すごい、すごい、すごいじゃねえんだよ。調べらんないのか。うわー、待って、なんか追いかけてきそうな構造してんな。赤、青、黄色、水色。赤、青、黄色、なんか順番逆だね。あっごめんなさい皆さん、弾がないぞ。あー、なんかあって、ごめん、セーブしちゃったなんかいたな、ちっちゃいの。鍵、なんかいっぱいいるな。いっぱいいるぞ。床に固定されていて動かすんだ。入力せよ。なるほど。この部屋ある女の絵の数を答え。まずこっちか。じゃあこれ出てくるんじゃない。来ないの。来るやつと来ないやつかな。数、女の絵の数って 1,2,3,4 で、この 5,6,7 でしょ。吊るされた男。この絵美術館にあったやつだわ。全体を見る、顔を見る、服を見る。全体見ようぜ。 見なきゃよかったわあ、色だ、なんか色があるってことだ。特になさそうだな。7,5,6,7,8,9,10 でしょ、これで。これも絵？絵だとしたら11,12,13,14 か。お、開いた。あ、回復ポイント。なんかさ、パリンって言ったぞ今。作品にはお手を触れぬようお願いいたします。万が一備品や作品に何らかの損害を与えた場合は、あなたをも販売させます。楽しい毎日。美術館はちょっと不気味な遊園地。おかしなものがたくさんある、たくさんたくさんあるのよ。ここで遊んでいるとあっという間に一日が終わってしまうの。とても素敵でしょ。だからあなたもここにいれば大丈夫。みんながいるから。おーっと、みんな動き出した。あ、みんなじゃない、あんただけか。でも ほとんど他ね、鍵がかかってるから、なんかあるとしたらね、この絵をねまじまじと見るしかないんだよね。顔見る、怖いね。服あった。 Thank you。5629と見せかけて、これは多分6295かな。6295を入力してみましょうか。あ、ちょっと6295
9本。 Yes。 花瓶と台は描かれている。誰もいないのに人の気配がする。なんかあるもん、点が。ああ、びっくりした。終わったんだけども、どこかで音がした。なんか開いた。おっと、え、なんでいんのあんた。マネキンの首がある。さっきこんなとこにこんなものあったかしら。マネキンにしちゃでかいなこれ。どこかで音がどこかが広いんだよな。どこで、右の方で音したから、これか。鏡が、おっと、エブちゃんこんなちっちゃかったんだ、かわいいな。このさ、ギャリーっていう男さ、不審者すぎんか。なんかいいな。見たらもう一回見るでしょ、多分。あ、近づいてこない。行くしかないでしょ。中古から。何よこれ、いつの間に部屋に入ってきたのよ。え、どうすんのこれ。もう一回見ると、あーマネキンの首だけなんで浮いてんだよね。え、ギャー、何よこれ。この蹴ろうとしてるなこれ。蹴ろうとし、止めろ、ダメ。分かったわよイブ、ちょっと繋げなかったわね。さあ、じゃあ行きましょう。そういうことよ。私の方が大人だって。ある、待って、んこれでどうすんの。あ、お前じゃないんか。こいつ早い、こいつ早いぞ。ちょ待って、どっかあるか、行けるところ。だいぶなんかいっぱいいるな。入ったし、おーおーほん、どうしたらいいの。調べる。ん、あ、ちょっとごめん、そこどいて。そう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 、バカ野郎、早い。そうそうそう、鍵だ、灰の鍵。あー、うちごめんなさいね、皆さん誰も見てないけどさ。あ、ここだ。お、指定席じゃん。固定されていて動かせない。疲れたならゆっくりお休み、もう苦しむこともなくなるから。フラグなんだよな。大きな本棚がある。あら、この本棚動かせるみたいよ。なるほど。二人、見覚えのある男女が描かれている。この二人はどうしたの、イブ。え、この絵の人、イブのパパとママなの。へえ、確かにイブに似てるかも。納得するんだ。でもこんなとこ、なんでこんなところにそんな絵があるのかしら。え、二人はどこかって。うん、それはちょっと私にもわかんないわ。大丈夫よ、きっとどこかにいるって。え、こう、来たっけ。来たっけな、これと思ってたけど、さすがに入ってきてるわね。これなんていうの、座、あ、あ、座れるだけ。これ窓があるよね。こう動かすの、どうな、これは右に動かすか。右に動かしてもらう。 OK、 ではちょっと離れて。優しいな。よいしょっと、窓が隠れちゃったわね。まあいっか。終わり。お父さんとお母さんの絵だ。疲れたならもうゆっくり休みも送り込む。うーん、何もなさそうだな。でもあ、終わっちゃったな。登れるわけでもなさげ。戻るか。え、嘘でしょ。鍵は開けっぱなしのはずだけど。 What the fuck、 何この音、外から。
ドアの前に誰かいるわ。怖いな。めちゃめちゃ怖いんだけど。何？いいの？のんきに座ってる場合じゃない。おお前か。そう、おいで。おーマイゴッ、あった。あ、終わったくせえな。おーマイゴッ、いけた、なんかいけた。え、わかんない。ああ、あった。あ、ここが。バカ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 、怖い、めっちゃ怖い。おーマイゴッ、開いてる、あそこ。あー、開いてる、開いて開いて。なんか勝手に動いてる、勝手に動いてる。これ何？勝手に動いてるよ。あー、ギャリー。はあ、はあ、ここまで来れば大丈夫でしょう。ざまあ皆さん、あ、フラグ立てになって。さてと、それでは先に行って、イブ？どうしたの？大丈夫？え？イブ、ちょっとしっかり。イブ、イブ。おお、ヒロインが。何この部屋。見えない空間に謎の赤い線が広がる。ええー、あ、幻覚見てる的なことかな。開かない。開けて開けて。開いた開いた。ああ、ああ、起きた。あ、おはよう。イブ、気分はどう？怖い夢を見た。そう、かわいそうに。まあ無理もないわね。あんな怖い目に遭っちゃったらね。起こせばやらかったかしら。ごめん、気づかなくて。エブ、そのコートの左側のポケットを探ってごらん。キャンディーが入っている。それあげるわ。食べてもいいわよ。うわ、めっちゃ優しいじゃん、ギャリー。ギャリー。じゃあもうちょっと休んでから出発しましょう。上着もかけてくれて。ギャリーのことがある。ちょっとやっとこうぜ。これは無題。美術館での禁止事項、大声での会話は禁止、写真の撮影は禁止、飲食の持ち込みは禁止、作品に触れることは禁止、万年筆の使用は禁止、ここから出ることは禁止。ん？どうしようか。はい。あら、コート、わざわざありがとうね。コートを渡した。おー、ギャリー優しいんだけど。楽しい絵画、いろんな絵が大きく載っている。はい、しとこうか。ねえ、イブって年はいくつなの？ 9？ へえ、若いわね。しかしその年で美術館ってすごいわね。私なんて絶対飽きてるわ。私も早くここから出ることばっかり考えてて、配慮、気配りができてなかったわ。ごめんね。ねえ、めっちゃ優しいんだけど。惚れちゃうわ、これ。さあ、行こうか。じゃあ元気になったことですしね。レモン味と書いてある。キャンディー食べたいんだけど。エブ、もう出発して大丈夫なの？大丈夫。 OK、 じゃあ行きましょうか。え、すごい心強いんだけど。ここにあったんだね。これ何、戻ってるけど大丈夫なのかな。今そっちに行くのはもうやめておきましょう。賢明な判断ですね。この絵はね、何でしょうね。よくわかんない絵なんだよね。さあ、続いては紫の部屋。あ、ちょっとしましたね。鍵がかかっている。やだ。なんで、もう覗くしかない。
何も見えない。あ、見えないのか。誰がいるパターンなのこれ。何、落ちてこないの。マラケン、これな、あー、いっ、入り口しまう。どういう仕組み。ゼルダじゃないんだから。バカ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 やろ。赤いボタン、そんな、ちょっと待って、青いボタン、どうした。日誌、人の思いがこもったものには魂が宿ると言われている。それならば作品でも同じことができるのではと私は常に考えている。そして今日も私は自分の魂を分けるつもりで作品作りに没頭している。嘘、これだけ。出口の場所ぐらい変えてきなさいよね。さっさと出ましょう、イブ。まあ待てよ。人の思いがこもったものには魂が宿るとも言われている。それならば作品でも同じことができるのではと私は常に考えている。そして今日も私は自分の魂を分けるつもりで作品作りに没頭している。緑のボタン、あれ黄色ないの。え、でも赤と青あるから全然緑押すか。ああ嘘でしょ、終わったんちゃうこれ。そうそっち行け。そうそうそう、開いた開いたけど開いたけど開いたけど、あーまいがん、おーファック、オーマイガッド、待って死ぬ。赤のとこれ足はダメだよね、多分ね。これいけるか。あ、いける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 。オーマイガッド、よしよしよし、いけたいけたいけた。よかった。死ぬんだよ死ぬんだが。ミルクパズル、ミルクパズルって知ってる？知らない。まあその名の通りミルクのようにパッシュなパズルのことよ。火がついてないから普通のパズルより難しいんですって。頭がいい人はすぐに完成できるらしいけど、正直面白くないわよ。だって絵がついてないんだもん。好きな絵がパズルになってこそやりがいがあると思うよね。一理あるな。月夜に散る儚き思い。なんかだいぶさ、イブちゃん読めるようになってない感じ。そんなことない。窓じゃん、鏡かいな。鏡はいい思い出ないぞこれ。何よこの像、通路塞いじゃってあ、さっきの扉じゃないこれ。これで OK ですよね。鏡もう一回見るか。ちょっとノーモナッシング。何かしらこのパネルみたいなの、何か入力できるみたいよえ、嘘でしょ、覚えてないよ、まさかね。入れなきゃいけないの。決定。何も起こらない。え、あの絵の名前を思い出せってこと？覚えてないんだけど。天井から紐がぶら下がっている。引っ張る。引っ張ったよ。おお。引っ張っ。ここ何だったんだろう。本当にただ捕まっただけじゃん。なんかある。壁に文字が浮かんでいる。ゲルテナ店にある床に書かれた大きな絵のタイトルは？ゲ、もしかして暗号？あの大きな絵が書いてあった、魚が書いてあった絵よね。イブ見た？何だったかしら。確か深海のなんとかって一文字だったのよね。ちょっとイブ適当に一文字あげてくれない？深海の深海の間か。あ、それっぽいわね。でもなんかこうもっとスケールの大きい感じだったような。ところでこのようなこの暗号はどうすればいいのかしらね。深海のよ、深海のえ、深海のえね、なんかそのまますぎない？さすがに違う気がするわ。深海のよ、よって何？よとかあったっけ。あ、頭いいな。深海の世、あ、そうよ、それだわイブ。深海の世、タイトル読めた？深海の世だからね。あー、だからイブちゃん読めなかったからか。でここに
どこだ。んかかかかいあしありじゃない、ごめんなさい。待って待って、これミスったらどうしてんの。やるしかないか。しんかいのよ。何かの音がした。決別。なんか嫌な絵ね。あ、何停電？ちょ、暗くて何も見えないじゃない。イブいる？いるいるいないって何？いないって返事することある？じゃあいるにしとこう。そうならいいわ、ちゃんとそこにいてよ。しかし困ったわね。あ、そうだわ。ライターがあったの忘れてた。うおえ、助けて、やめて、死にたくない、怖い、嫌だ。ほんときついわ、精神的に。ほにゃらら、私はそのほにゃめかしく美しいほにゃほにゃに指をほにゃらせ、ほにゃほにゃをほにゃいさせる彼女をそのままジャリーに本を閉じられた。こういうの大人なんですよ。まだちょっとなんかそんな感じしたけどな。この女性たちはみんな花占いが好き。やめろ。え？バグかと思った。お客様に申し上げます、当館内は下記縁起になっております。マッチライターなどの持ち込みはご遠慮くださいますようお願いいたします。万が一館内でそれらの使用をスタッフが発見した場合、見て大丈夫か鏡、これ下記厳禁、すごいな。ライター使ってんか今。これねー、ちょっとこっちついてたんだ。先回りしちゃった。あ、動いてる、すごい。え、動いてた最初から。すごい家やな。あっ、びっくりした、もうマジでさ。急に来んのやめてよ。わっ、え、女の子ちょっと大丈夫。あ、すごい、新メンバーだ。あ、待って、ね、あなたもしかして美術館にいた人じゃないの？あ、やっぱり。私はギャリーで、こっちの子はイブっていうの。私たちも美術館にいたのに気づいたらこのわけわかんない場所に迷い込んじゃってて、今なんとか二人で出口を探してるわけなんだけど、もしかしてあなたもそうじゃない？あ、私も誰かいないか探してたの。勇敢だな、一人で外に出たくて。それで、あ、やっぱりね、よかったら一緒に行かない？え、女の子一人じゃ危ないわ。ここ変な生き物とか結構いるみたいなのよ。だから一緒に行きましょう。みんなでいた方が心強いし。うん、行く。じゃあ決まりね。あ、名前はなんて言うの？メアリー、メアリー。メアリーね、よろしくメアリー。うん。イブ、よろしく、よろしくね。よし、それじゃあ仲間も増えたことだし、張り切っていこうよ。RPG かな。おお。お、すごい、心強いな。3人になったぞ。争いの矛先。あ、ありがてえ。そういえば、私とイブにもバラがあったってことは、もしかしてメアリーのバラもあるんじゃないかしら。うん、持ってるよ、黄色いバラ。あら、ほんとね、2人ともしっかり持ってるのよ。なくしたりしたらダメよ。誰かに渡すのも危ないからね。それから、わ、イブのバラは赤なんだね。私のバラは黄色だよ。黄色好きなんだけど、ピンクも好きなんだ。あと青も。人の話は聞きなさいよ。なんで黄色なんだろうと思ったんだけどな。一体どちらが正しいのか。わーお、どういうこと？おーっと、二択。嫉妬深き花。おー、メアリーだ。すごい増えてますね。
これ行っていいのかな。鍵がかかっている。こっちか。あ、いた。うさぎちゃんですか、もしかして。赤色の目。たく、この絵といい、部屋といい。なんでこんな気色悪いのよ。え、そうかな、可愛いと思うけど。うん、普通に可愛いと思うけどね。え、これのどこが可愛いのよ。そうかな、今はどう思う。可愛いと思いますよ。そうだよね、やっぱり可愛いよね。はあ、もういいわ。早くここに調べて出ましょう。この部屋なんだか見られてるみたいですごく落ち着かないわ。深海。あまりに精神が疲弊するとそのうち幻覚が見始める。最後は壊れてしまうだろう。そして厄介なことに自身が壊れているのを自覚することはできない。哲学ですね。おお、飛んだよ今。飛んだの見ましたよ私。ウサギの置物が割れている。破片の中で何か光っている。確かに見えているか。これ一個ずつは何もないかな別に。そうね、鍵あるから。え、何、絵の中から物音が出る。そんなバナナ。何この音、近づいてくる。え、え、地面から何か出てきた。なんかまずいよ、みんな絵から離れて。イブ危ない。お、ギャリー、とても大丈夫。あー、びっくりした。イブは怪我とかしてない、大丈夫よ。よかった。それにしてもこれ邪魔で、そっちに行けないんだけど、応対できないかしら。って何これ、石でできてる赤の植物。どうしましょう。ねえイブ、さっきの部屋で鍵拾ったよね。その鍵でそこのドア開けられるんじゃない。もしかしたら違う部屋にこれを壊せる道具があるかもしれないよ。ねえ見てきていいよね。うん、でも二人だけで大丈夫かしら。大丈夫よイブ、大丈夫よねイブ、大丈夫だと思う。ほらイブだって大丈夫って言ってる。そう。じゃあちょっと見てきてもらおうかしら。でもいい、何もなかったらすぐにここに戻ってくるのよ。どうするのかはその後改めて考えましょう。うん、わかった。それじゃあ行こう。じゃあね、ギャリー、後で会おう。情けなくて使った。またこれぶつけたら壊れそうだよね。重くて全然動かせないけど、ギャリーが必要ってことですか。いろんな種類の絵の具が入っている。頭が内臓がある。誰もいないのに、この椅子を持っていきたいけど床にくっついて離れないみたい。よくわからないもののデッサンがある。よくわからない。何か役立ちそうなものないかな。あ、箱の奥にパレットナイフがある。これであのツール削れないかな。まあチャレンジするあれはない。はあ、できるわけないじゃん、イブったら冗談じゃないんだから。でも一応これ持っていこうかな。なんでそのバカにするんだ急に。念のためね。使い古してある筆が入っている。あんまり役に立ちそうなものないね。一旦ギャリーのところに戻ろうか。わ、何？びっくりした。大丈夫か。あれ手口が。なんで移動してるの。さっきは壁際にあったよね。どかそうイブ、押すよ、せーの。あー、ダメだわ、びくともしない。イブどうしよう、出られなくなっちゃった。出れなくなっちゃったね。自分たちだけでは動かせない。椅子が氷のように冷たくなっている。え、箱の中からすさまじいカビの匂いがする。仕方ないからこっち行ってみようよイブ。あ、開いてたんだ。行くしかないよね。はい、なんか来てるよ。窓から誰かいたね。え、何？なんか割れたよ。落下した星、これじゃん。赤い何かが潰れている。涙？ピエロか。ピエロの花か。What the fuck？イブ、君に楽しんでほしいから、大人のいない楽しい世界へ一緒に行こうよ。お友達も一緒だよ。これ行って大丈夫？
大人いる世界ね、だいぶね難しいことありますからね。まばたきがいるね。ギャリーはどうしてるかな、置いてきちゃったけどかわいそう。お、青いバラ銃を持ってるやん、この人遅いわね。何かあったのかしら。イブ、メアリー、聞こえたら返事して。ダメね。あ、やっぱり二人だけで行かせるんじゃなかった。どうしましょう。もう一度あの部屋調べてみようかしら。あんまり入りたくないけど。そうだろう。おお、ギャリーになった。やばいだろう。銃もあるの？てかギャリー。銃あるってことは結構やばいこと起こるんじゃないか。大丈夫か。赤色の目。何回見てもこれが可愛いだなんて思えないわ。え、ギャリーにはこれが見えてたんかな。うさぎ。あまりに精神が疲弊するとそのうち幻覚が見え始め、最後は壊れてしまうだろう。そうして厄介なことに自身が壊れているのを自覚することはできない。え、これギャリー幻覚見えてる説？めぼしいものはないわね。ん？おお、動いた。アラマは動いたわ。なんで先を気づかなかったのかしら。まあいいわ。ここから出れそうね。ここから出れそうね。気味の悪い人形ある。これ、イブとメアリーにはウサギに見えてたんだけどな。大丈夫か？ギャリー。ギャリーさん怖いんだけど。あ！さっきの反対に来た。出口なんてない、理由なんてない。なんで言い踏んでんの、すごい。え、ワープゾーン、まさかのワープゾーン来ました。なるほど。あー、だから組み合わせなきゃいけないってこと。二人を行き来しながらやれと。こっち向きに。え、わかんないな。じゃあやめとこうぜ。レジ行くか。鍵、鍵か。これ何、これ。あ、違うアイテムが。腕時計、美術館に来たあたりから針が止まっている。ライター、長年使用しているオイルが残り少ない。青いバラの花、青色の綺麗なバラの花、枯れると命に関わる。え、どれか引っ張らなきゃいけないのか。これか。だから右から2番目引っ張ればいいの。レッツゴー。天井から紐が下がっている。引っ張ります。ぬめっと降りてきたな。これでいいのか。いけるようになった。あ、いけない。今見て、通れるようになってる。通っていい？実体つえ返す。ああ、聞いてるのね。通っていい？いいって。ありがとう。かわいい音なんだ、すごい。中で何かが動いている。イブ、この箱開けるのやめとこう。あ、メアリーがそれならやめとこう。これ何？動かせる？これ何？三角形こっちに動かすぐらいしかないな。落ちた。これなんでこんな音なんだ、これ。落ちたよ。おお、え、これ下にいるんだ。じゃあ誰かいるじゃん。え、動いてんだけど普通に。大丈夫これ。ピン。で、もう動かせない。あ、開いた。ドア開いたわ。行くよ。は、怖いんだけど。いるじゃん、君の悪い人形。こんにちは、ギャリー。私一人で寂しいの、だから一緒に連れてって。いいよ、一緒に行こうよ。あ、行かないの？行かないのか。あ、
あ、行こうよ一緒に。ね、どうして連れてってくれない。や、行きたいんだけどさ、ギャリーが連れてってくれないんだ。絶対追いかけてくるって。何で無視するの、私のこと嫌いなの。いや、ギャリーがね、言うこと聞いてくれないんだ。ね、遊ぼうよ、ここ面白いものたくさんあるんだよ。ねえ、私のお友達もたくさんいるんだ、紹介してあげるね。ありがとう。永遠にここに、おーっと、急に命令ゴー。君のアリネギが一体どこまでついてくんのよ。もういい加減にして、あんたの相手を一緒にやる暇なんてないのよ。怖い。避けようよ、とりあえずね。軽々避け、こういうのにはかからないのが一番だわ。連れて行け、連れて行きたいんだけど、連れて行かないのね。あ、ワープゾーンある。鍵、ドアの場合異常に冷たい。広いなぁ、おい。もう一回セーブしようか。あ、いるじゃん。ずっとあなたについていくね。私のお家すぐそこなの。そうなの？あー、入れるよ。台座のようなものがある。7つの色彩、絵の具玉を集めよう。さすれば部屋は色づき、そなたの架け橋となるだろう。絵の具玉、そんなものどこにあるのかしら。真相、緑の夜、鍵がかかっている。なんかあるね、そうしよう植物みたいな。鍵、釣り針、なに、何、釣り針、ハテナ、こっちがハテナや。ジャグリング、部屋の中で声がする。我誕生いつだ。知らんがや。違う。そうでしょ、確定じゃん。心配、行こうか。ああ、何なのこの部屋、長いわけだ。そうね、じゃあちょっとやめとこうか。一回ちょっとイブちゃんに行くわ。イブさん、ここ通れたっけ、なんかあったんだっけ。わかんないな。うん、ねえイブちょっと聞いていい。どうした、ヤリーってイブのお父さん、知らない人。あ、そうなの。うん、ここで知り合ったの。そっか、イブのお母さん優しい。うん、いいな、早く両親に会いたいよね。私も早くここから出たいよ。ねえイブ、あのさ、もしここから出られるのが二人だけだったらどうする。なんでそんなこと聞くの。ギャリーと出る、メアリーと出る、ここはね、あ、メアリーと話してるからメアリーと出ると言った方がいいと思うんだ。私は本当は嬉しい。私もイブと一緒に出たいよ。それでここ出てからいろんなことして遊ぼう。あといろんなお菓子食べたり、あちこち出かけたり。楽しみ、頑張って、絶対一緒に出ようね、約束だよ。こんな子に言われたらもう約束しちゃうわ。すごい長い。ああ、ん、行っちゃいけないとこだよね。はいはいはい、ここもなんかいろいろあるな。こっちやる。ここはだから長居しちゃいけないみたいに言ってたから多分行っちゃいけないんだろうね。傘をなくした乙女、マネキンの首がある。なんで髪の毛ないのかな。そのままにしておく。種から起こす。いや、落とすのは良くないと思うな。なんかこれ生きてるみたい。机の上に何かある。金の鍵を手に入れた。やった、マネキンの首。なんで落とそうとするんだろう。木の鍵を手に入れた。釣り人、誰もいないね。あ、釣り針と対応してんのか。鍵、ここじゃないか。次口、水の入った花瓶がある。まあ、まだいいですね。何ここ、色がない。すごい、分かってる、分かってるんかみたいくらいすごい感じ、感がいい。キャンバスに虹の絵が描かれている。
パレットの筆が浮いている。誰かいるみたいだね。誰かいるみたいだね。どういうこと？あ、浮いてるからってこと？天の糸。これ対応してんのか、もしかして。川とほにゃらら。難しくて読めない。これ名前を入れればいいのかな。ああ。なるほど、確認してこいと。じゃあちょっと戻るか。その穴こしてるよ。何かしら、これ柔らかいけど握ったら割れそう。もしかしてこれが絵の具玉。絵の具玉黄色を手に入れた。あら、消えちゃったわ。これだね、緑の夜。名前入れろってことか。入れるか。みどりの夜。なんか一文字足りないんだけど、いける？これで何も起こらない。うん、ここ行けないでしょ。だって見てみてもいいけどな。とりあえずちょっと絵の具玉置いてくるか。あれじゃないっけ、こっちか。あ、置かれてる。緑の夜。なんで緑の夜違うんだろう。6文字だよね。6文字じゃないのこれ。緑の夜。なんか入れ忘れた、もしかして。緑の夜。あ、これよね。あ、え、カタカナじゃないとダメってこと？カタカナあったな、そういえば。これか。緑の夜。これか。開いたー。さあ、本棚。ある少女の末路。あるところに小さな女の子がいました。女の子は両親と一緒に美術館へ行きました。しかしふと気づくと、女の子は迷子になってしまい、薄暗い美術館の中を探しましたが、両親も出口も見つからず、怖くて心細くて寂しくて、お腹も減り喉が渇き、転んで怪我をして、体力が限界になって泣きっ面に蜂状態ですね。最後のページに小さな女の子が倒れている。差し終わっている。ゲルタナ作品集ジョー。ゲルタナが描いた絵がアルファベット上に載っている。ちょっと見てみようか。 A のページ、赤い服の女。6210年。当時はゲルティナの愛人をモデルにしたとも言われていたが、本人の口から否定の言葉が出た。実際はゲルティナの遺産を狙い言い寄ってきたほにゃくほにゃほにゃな女性たちをイメージして残したものとのこと。これじゃあ K4 K のページ。ほにゃほにゃほにゃ模様の魚あったね。6235年。モノクロで描かれたにもかかわらず、光の加減や角度により色づいて見える不思議な作品。非常にほにゃほにゃで、ほにゃほにゃだほにゃの描写は見る人に様々な感情を呼び起こすであろう。難しく読めない字がある。最後 J のページ。ジャグリング。あー、ジャグリングね。多分あれだな、ジャグリングしたやつ。6223。6223年。孫と見に行ったサーカスで出演したジャグラーをモデルに描かれた作品。ゲルティナが実在する人物をモデルに描くのは大変珍しく、現代でもこの作品は高値で取引されている。お、あ、え、木の鍵あったね。使った。何か起こったんだ。じゃあとりあえずジャグリング入れてみる。6223だよね。あー、違う違う。6223。正解だ。 ありがとう。絵の具玉を手に入れた。
で次できることなんだろうな。あ、赤いの落ちてる。紫何入っていない。あそうでしょ、そんなすぐ死ぬ。待って、セーブしてない。どうしよう、どっから。ここわかんねえな、どこだろうな。緑のやつか、もしかしてこれか。なんだっけ、緑の夜か。緑の夜かな。で、木の鍵を刺して、あれ鍵持ってない、鍵を持っていない。タクさんだ。ちょっと電話出ます。